サンデージワップラボズは、ランタイムベリフィケーション、RV によるサンデージワッププロトコルのセキュリティ監査を終了したことを報告します。監査によって特定されたすべての問題は、監査人の検証プロセスを満たすよう解決されました。RV は、監査要件を満たすために実施されたすべてのソリューションの検証を含む、調査結果の詳細なレポートを発行する予定です。監査報告書へのリンクが公開され次第更新します。RV 社の監査では、サンデージワップのコントラクトを検証ベースの技術で徹底的に検証し、特定のリスクベクトルを特定し、監査で特定された問題に対するサンデージワップ開発チームの修正を完全に分析することが含まれています。サンデージワップラボズの最高情報責任者であるパイラニンガム氏は、ここにはゴム印はありませんでしたと述べています。RV の徹底的なプロセスにより、多くの問題が特定され、私たちはすぐに解決することができました。その結果、カルダのディファイコミュニティのニーズに安全に応えることができる DEX が完成しました。カルダノの基本理念は、セキュリティとレジリエンスを包含しており、カルダノ上に構築されたプロトコルがこの伝統を継承することが重要です。この監査を完了することで、私たちはサンデージワッププロトコルのバージョン1についてそれを達成しました。サンデージワップラボズと RV 社の関係は、今回の監査完了で終わったわけではなく、今後サンデージワップが計画しているプロトコルのアップデートについても、RV 社がレビューを行う予定です。今後、プロトコルの改善点を構築し、DAO に提示し、投票する際には、ランタイムベリフィケーションと関わり続ける予定です。安全で堅牢な方法で進化することは、あらゆる DEX の長期的な成功のために重要だからです。RV によって特定された問題は、単純なものから悪質なものまで多岐にわたります。サンデージワッププロトコルは、カルダノで最初に登場するプロトコルであると同時に、最も複雑なプロトコルでもあります。開発中に特定され修正された多くの問題に加えて、いくつかの問題が残ることは避けられませんでした。RV が採用した新鮮な視点と極めて徹底した手法により、引き出し時の微妙な丸め誤差や、誰かが恣意的にサンデージワップトークンをミントすることを可能にする一連のアクションなどの残された問題を特定するのに役立ちました。完全かつ詳細な監査報告書が入手可能になり次第、監査に関する RV 社のブログ記事とともに、コミュニティで共有する予定です。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。